はい、半幕の本家の本物の貴族の半幕の先生です。ということでね、私は天皇家とか天皇とかイギリスエリザベスよりか身分が高いと言ったでしょ。で、作り物じゃないけども。で、だけども、彼らはちゃんとした選ばれた大統領と同じなわけです。天皇家とかイギリスエリザベス女王はね。これは普通よりか偉いわけです。大統領と同じなんですよ。ね、私は本物の貴族の王だから、本物だから。作ったもんじゃないからね、選ばれたもんじゃないから、昔からもっと古いしね、エリザベス女王とつながりももっと多いわけですよ、天皇よりか。で、エリザベス女王よりかもっと古いんです、本物の貴族なんでね。言うなれば、名前が人間、ね、猿時代で呼ばれるようになってからの貴族ですから、全然古いわけですね。まあ、地球で言えばね。で、偉いんだけど、天皇家は、だから大統領と同じなんで、一般ではね、偉いんだから、ちゃんとね、敬意を持たないといけないですね。天皇家とかエリザベス女王ね。私はバカにしたっていいし、上だから本物の貴族だからいいわけですけどね。ただね、いくらのそういう生まれでも力がなければダメですね。上の力がないのに言ったら、ね、同じ力を問題とか、ね、全部受けないといけないわけですから死んじゃいますよ。天皇家とかイギリスエリザベス女王とか大統領と同じで、またそれ以上結構力あったりするからね。天皇家とかね。総理大臣よりか、長いから歴史がね。大体でしょ。もう相当古いでしょ、ね。だから力ある時ありますから、総理大臣よりか大統領よりか力ある時ありますから、ね。それに対抗できる、もっと、僕の場合はもう本物なんで、力も受けてきたんで。子供の時は、やっぱり天皇さんの方が力あったね。全然歯が立たなかったですけどね。子供の時はしょうがないですね。父もだから昔人使って殺すようなことっていうか使いが悪かったから扱いが悪かったんで、力は持てなかったんですよね。成績は優秀ですね。みんな東大とかね。父は法学部卒業してますけど、地方大ね。その時は東大が一番だったんですけどね。東大一番だった、より上だったんですね。弁護士の資格は。一番受かったんですよ、地方大。その時の卒業、優秀な時の地方大ですね。その時の卒業だから。卒業者だからね。まあそんなことで、天皇家とかイギリスエリザベス女王とか同じ以上の力が来てるんで言ってるわけですね。ついでに言ってるわけです。損しないから。天皇家とかイギリスエリザベスよりか、ね、力も上だし、能力も上だし、本物の方ですよと、ね、っていうことを教えてます。天皇家とかイギリスエリザベス。それ言われると天皇家死んじゃいますからね。私の力受けたら。大きいから。2倍も3倍も来ますから。本物の貴族、王様だから。ね、父は受けられなくて死んじゃいます。私と同じ。ね、ということです。だから、ちゃんと天皇家とは敬って、イギリスエリザベス女王も、ね、もう大変な高年で頑張ってらっしゃって、大変な、私勉強させてもらっております。イギリスエリザベス女王さんにはね。そんなことで、皆様は本当、偉い人だからね。私にとっては偉い人じゃないけど、ね、本物貴族なんで、の王なんでね。ただ子供の時はお世話になりました。天皇家とか、イギリスエリザベス女王に、ね。力の勉強させてもらいました。すごい力があるんでね。本当に勉強させてもらいました。やっぱ学歴とかいうのは大事でしたね。皇太子殿下も学習院で勉強してね。僕は学習院の時に行った時に言われたんですよ。周りの人にね。まあ宇宙的に生物に言われたんですけど。今のところ常時の芸能人のね、家に住んでまして、まだ正常で、ね、同じとこに住んでましたね、所ジョージ、芸能人のね、とこにいたときにね、学習院行ってるリー君っていう人がいてね、で、なんか、で、天皇家の学習院って言ったけども、最初そこに進学するのかなというようなことを言ったんだけど、自分なりで、自分の方は貴族だから、やっぱ自分なりで作っていけって言われたのね、やっぱりそうですね。でやっぱりもそういうふうなところで行って勉強しましたけどね。彼らも彼らでその道でね、
で、昭和天皇と同じ恐れの本物貴族なんで、同じ皇室車を乗ってましてね、本物貴族なんで、国から許可をもらってましたから、本物貴族なんで、天皇と全く同じね、外車を乗ってたんですよ。おそろいね、天皇家とね、その時に一番いいね、車をね。で、一般には乗ることを許されないわけですね。そういうの、本物貴族だから。天皇家も私の方も本物貴族ですから、まあ、天皇家は選ばれた方ですけどもね。まあそういうことです。大事なのは、天皇家とかイギリスエリザベス女王家とか、半負けの本物貴族の王様の私との関係ですね。天皇家とはつながり、味方同士っていうわけじゃないし、イギリスエリザベス女王の味方という関係ではないです。違うね、ものですね。だからいいことは一切聞きませんし、聞かなくていいわけですね。私の方が偉いからね。そんなことでね、皆はその大統領と総理大臣と同じだからね、イギリスエリザベス聞かないとダメなわけです ね。で、聞かなくているんだったら、それだけの同じ力以上の、ね、力が耐えられるかって、耐えられないのに言ったってしょうがないんです。私の方は耐えられるから、ね、もっと大きいんで、自然にわざとするもんじゃなくて自然に来るからね。それで見せる、わざと作ってもらわなくていいわけですよ。自然にいつも来てますから、それ以上ね、力がね、世界から力、また宇宙生物もいますからね、力がかかるんです。大変辛いことがいつもかかってきてるんですね。見えないことでね、責任とかね、正しい仕事の生き方だね、ということでした。残り3秒、ありがとうございました。本家の半迷子先生です。